実です。ちょっとあのいろんな人が、ね、映ってたのであのモザイクをかけてもらいましたけれど、あのこれが成人式当日の5月3日の時ですね。晴れてたんですよね。なのであのこの時期にされる方というのはモフモフ、白いモフモフしてますけれど、5月なので白いモフモフしていません。はい。であの伸ばしてた前髪、別に伸ばさなくていいやってなって直前で切った前髪です。そこの違いがあるかな。はい。ということです。別人感ある？そうかな？ある？私からしたら全然変わらない気もするんです。